ジェーンオツ君が勝つんじゃないですか。なるほど、ね、ジダってすげえ強いじゃないですか打撃、うん、ジダに勝ってるぐらいだから、うん、でここはまあペトロシアン、ここはね、うん、やっぱ順当にこっちなのかな、なんとなくですけど、ここは俺が知ってるからここかな、ここは佐藤くんで、佐藤くん行って、で決勝は高校かな、2人ですね。個人的には佐藤くん一回練習させてもらったことあるんで、そうですか、うん、勝ってもらいたいけど、これちょっとやばいですよね、強すぎかなと思うんだけど、はい、で優勝予想は当てに行くとこの人、希望はこっちだけど、優勝は、ペトロシアンです。